かなかいいんだぜこいつの演奏。いつか必ずびっくりなるぜ。俺たちは盛り上がっていこうぜ。なんだなんだ、なんか物騒だな。あ、そうそう、そういえば昨日この近くの博物館で宝石が盗まれたらしいんだ。なんでもルパン三世っていう世界的に有名な泥棒が高価な宝石を盗んだって話だ。ルパン三世知ってるやつはいるか？おお、やっぱり有名なんだな。みんなも気ぃつけるんだぞ。って言っても、ルパン三世が盗みそうなもんは誰も持ってねえな。俺も持ってねえけどな。まあ、みんな楽しんでくれよ。頼んだぜ相棒。俺たちは盛り上がっていこう。食事の前に一遊びしていくか。おいおい、これはごめんだぜ。ノリが悪いとお前飯が逃げしまうぜ。そんなわけがあるか。さあ、行きよした。せっかちなんだから。俺見ろ、もたもたしてるからだよ。銭形のとっつぁん、によっ、によっぞ。銭形警部、本当にルパンたちはまだこの町にいるんですかね。いる、ルパンは必ずこの町のどこかにいる。バレてんじゃねえか。相変わらずとっつぁんは鼻が利くね。どうする、ルパン、この町とお騒がせだ。いいえ、ここまで来たあの絶品スパゲティを食わずに帰れるかっつうの。じゃあどうすんだ。そうだな、隠れて様子でも見るか。なんだそれ。すみません、昨夜この近くで宝石が盗まれたのですが、ルパン三世という男をご存知ですか。ご存知ないですか。こういう顔の男なんですが、近くで見かけていませんか。見てないですか。そうですか。こちらは差し上げますので、もしルパン三世を見かけたら私にご一報お願いします。ご協力ありがとうございます。なんか騒がしいな。2曲目、2曲目、2曲目。ああ、ケブ、やっぱりこの町にはもういないと思いますよ。昨日の事件からもう半日も経つんですから、今頃遠くへ逃げてますよ。いや、奴は必ず近くにいる。俺の刑事の勘がそう言っている。なんだあんた、警察か。 ICPO の銭形と言います。あんたたちも聞いていきなよ。すみません、私たちは勤務中で。
いいですな。警部、皆さんお楽しみのところをお邪魔してしまったようですね。おお、なんでも好きな曲言ってみな。え？リクエストだよ。私、演歌以外は苦手でして。そうだ、私のイメージにぴったりの曲をお願いできますか。あんたにぴったりの曲か。変わった注文だな。できるか。話を
こいつは俺の獲物だ。昨日の続きといこうか、藤子。できてるんだろうな。もちろん本気よ。はい、おわグルーペーとっつぁん、シートばかり来るのが早すぎるんじゃないの。キム、リレフジコもいます。もう絶対勝った、邪魔しなくていい。ちょっと何をする。今俺たちを狙いやがったぞ。もし狙ってたなら今頃あの世だ。少し離れてな。そうだ、そこで最高の音楽を頼むぜ。スタートよ。なわけねえだろ。
つまらぬものを切ってしまった。よう、ゴエモン、遅かったじゃねえか。すまぬ、地下鉄の行き先がわからぬゆえ走ってまいった。ゴエモンらしいな、おいくしろ。よそ見してんじゃねえぞ。かたじけ、いいってことよ。フェジコ、チェックメイトだ。この勝負は私の負けみたいね。はい。なんだ。おいおい、こんな簡単な手に引っかかるなんてらしくないわよ、ルッパ。ちょっと待て、フジコ。そいつは待てと言われて待つほど素直な女じゃないの。じゃあね、ルッパ。こんな簡単な手に引っかかるなんてらしくないぜ、藤子。本物のネックレスはお前が来た時ここに隠したのさ。俺のポケットにそんな高価なものが？おい、ルパン。ああ大量だ、ルパン。とっつぁん、生きてたのか。お前を捕まえるまで俺は死ねん。とっつぁんも懲りないね。それは最新式でお前専用の手錠だ。こんなの俺とじゃシャツのボタンも同じだぜ。おい待て、ルパン。邪魔して悪かったな、最高の演奏だったぜ。こいつはチップだ。おお、いいのか。ありがとうな。また来いよ。ルパン、そっちは行き止まりだぜ。キム、こっちから行けそうです。でけした。こんな手錠なんてな、手こずってるようだな、ルパン。ああ、こんなややこしい手錠なんか作ったやつは。だはははは、その手錠はこの鍵がなければ、まあ腕を切り落としでもしない限り外れません。観念しろ。さあ、こっちに来い。マイちゃんだ。おい、ルパン、さっさと歩くんだ。警部、何ですかそれは。何言って、なんだこれは。奥さん、あらよ。待て、ルパン。俺たちも連れてるぜ。承知。どう、来た。今度はたら捕まえてやるからな。おっちゃん、俺様は世界中大泥棒だ。いつだって受けて立つぜ。世界中からお集まりのロマンファンの皆さん、今日は楽しかったぜ。じゃあな。ありがとうございました。